スノーマン佐久間大介、最近の恋愛事情告白結婚願望にも言及。モデルプレス2024-02-28スノーマンの佐久間大介が、27日放送のフジテレビ系、突然ですが占ってもいいですか。毎週火曜夜8時からに出演。恋愛事情を話した。佐久間大介、最近の恋愛事情を告白、スーパーゼロ、最近の恋愛事情について、 今スーパーパゼロなんで、と笑った佐久間。占い師の、全くないよという言葉を受けて、佐久間は、本当に長い間好きな人いないんですよ。マジでそういう気持ちになる人がいないんです。この人と付き合いたいなと思う人がいないと打ち明けた。すると占い師からは、10年に1回大恋愛するタイプ。本来結婚に向いてないという指摘が。佐久間は、A と落胆の表情を見せ、向いてないの。 結婚したいのに、と結婚願望があることを口にした。